く遅れないでください。大したことじゃない、俺が証明してやる。MBCC の許可をもらった。たとえ何があっても君の怪我が治るまでは収容しないと約束してくれた。君の安定性を証明するために捜査一課はこの間を利用して説明資料を用意している。 FAC 所属の君の父親の知り合いも尽力している。誰がこんな命令を下したのかはわからないが、でも大丈夫だ。君がいいやつだってことはみんな知っている。君は仕事があるから俺はもう行く。ちゃんと食べて元気になるんだぞ。刑事さん、どうした、何か欲しいのか。正義って存在すると思う。諦めるな、クリスティナ。君は今まで人のために正義を求めてきた。今度は俺たちが君のために正義をなす番だ。クリスティナの妹ミリアとはお前のことだな。お前の姉はコンビクトとしての安全性および服従度が最低値を突破したため永久と判断され、直ちに収容措置を取るように命じられた。どけ、捜査の邪魔をするな。いくら探しても無駄だよ。私たちは実の姉妹じゃないし、仲が悪いからここに逃げ込むはずがない。これをどうぞ。彼女が助けた人の中でもごく限られたアホどもだよ。彼女をかばう人がいるとしたらこの中の誰かに違いないから。危険なコンビクトの摘発への協力に感謝するぜ、正義の市民。もたもたしてるとあのコンビクトが逃げるから、早く確保してよね。あいつが最も恐れてる青い雨が降ってるから、外にはいないはず。急いでよ。
バカなことしてんのよ。ミリア、なんで。家はもう荒らされたし、あのリストも大して時間を稼げない。もし私が尾行されてたら、あいつらがここに来るかもしれない。これからどうするの？どこへ逃げるつもり？逃げないよ。裏に何かある。調べに、この目で真実を。何があったの？またあの女のことね。とっくに警告したのに、自分に嘘をつかないでよ。彼女について回って、どういうやつかはとっくに分かってたはずでしょ。いい加減目を背けるような真似はやめてくれる？もういいよ。こうなった以上、あんたも自分なりの考えがあるんでしょ。どうせ私が止めても無駄だろうし。はい、これ。あんた一応はディスシティ治安大学とかいう大層な名前の警察学校に合格して、事件を解決したこともあるんだし、別にあの女のおかげじゃないでしょ。あいつがいなくても、あんたは刑事なんだから。無様な真似はしないで。私の家に来たばかりの時のことを思い出したら？あそこからも出られたんだから、しょぼくれた顔しないでよ。不正解だ。真実を明らかにし、犯人を捕まえ、二度と人を傷つけさせないようにするんだろう。君は刑事なんだから。もう行くね。来てくれてありがとう。警告。イーニエリアが破壊され、監禁対象は逃走中。侵入警告。イーニ、こっちじゃない。それもそうね。彼女はもう。見つけた。あなた。話して、何をするつもりよ。花庭園まで連れてって。早く。死ね。そんなの二度と。ここ5日の間、ココリコが死んだという情報があちこちで飛び交ってる。あれは多分デマだから、そんなに驚かなくてもいいよ。同じ嘘に一度騙されたことがあるよね。ついさっき、武装したハッシュ部隊が去っていくのをこの目で見た。近道を知ってるなら早く戻った方がいい。急がないと家を失うよ。壁を壊して。
その能力は一体何？ここは…早く放て。ここが最後の基地よ。登録済みの放て園のメンバーなら入り口を開くことができるけど、さっきみたいに閉まるまで時間がかかるから。相手がバカでよかったわ。探知機でも投げ込まれたら、私はまた。これはあなたたちの能力なの？いいえ、師匠によるとこれは報酬、最後の依頼の報酬よ。彼女はついに誰にも邪魔されない庭を手に入れたのよ。つまり地底からもらった避難所ってことだね。さっきのあれは何かの空間技術なの？私についてきてください。
いらっしゃい。全て排除して残ったものがどれだけ受け入れられなくてもそれが真実なのだ。キージたるもの、真実を拒絶するわけにはいかない。したわけじゃ、真実は細部にこそ隠れている。
すべて排除して残ったものがどれだけ受け入れられなくても、それが真実なのだよ。Thank you.